サッチさんです。よろしくお願いします。サッチさんは、サッチさんはじゃあ簡単に自己紹介を。サッチさんの、サッチさんの、私の、簡単に、どういう、じゃあ年齢からじゃあいきます。いや、もう簡単に、簡単に、簡単に。で、ハゼ釣りを始めたのは、去年の秋から始まって、もうほぼ、初心者に近いんで、もう本当に右も左も今わかんない状態で、楽しんでる状態です。はい。はい。サッチさんです。よろしくお願いします。今日、サッチさんに来ていただいたのは、なんでですか？それが知りたいです。それを知りたいです。サッチさんはなんで今日来たんですかね？なんでしょうかね。それ知らないまま来ました。なんて言われたんですか？とりあえず、とりあえず、来いと。来てくださいと。とりあえずね。とりあえず早く行こうと思って。あ、とりあえずね。来ました。サッチさん的には、はい、どういう感じかなと思ってきたんですか？いや、本当に何も想像できないです。できず。はい。なるほど。何も本当想像できずです。あ、そうですか。はい。すいません、なんか急に全然お呼び立てしまして。全然大丈夫です。もちろん二人にも何も言わないで、はい、完全に僕の独断と偏見でちょっとお呼びしちゃったんですけど、今日お呼びしたのは、はい、先日こう釣り人社で、はい、江戸前フェス2024、はい、インクスさんと桜井釣り玉さんと魚福さんと、うん、まあ、あと東京もあぜっていうことで出展させていただいたんですけど、あの時にサッチさんがお手伝いをしたいということで、うん、こう自らこう積極的にこう手伝いをしてくれたっていうのが、すごくこう我々にとってはありがたかったんですよ。特に、うん、こっちからお願いするわけでもなく、いや、僕手伝いますよってこう手を挙げてくれて、うん、で、朝の早い時間から、もう朝一の8時からだよね。そうですよね。終わるまで、で、終わってからの、その、お疲れ会まで、うん、ずっと最初から最後まで付き合ってくれちゃって、うん、すごい感謝をしてるんですよ。それで今日はお呼びしたんですけど、ちょっとあれ、そこに入ってるもの。お礼で、これを、これを、お手伝いして、中は、もしかしたら、中身は違うパターンあるけど、一日お手伝いしてくれたんで、箱はとりあえず、よくあるよね、そう、よくあります。よくある。重さもね、上手に作れます。音とかも。そう。あるんだよね。なんだっけ、言ってみて。あれだから、あれ、ロールケーキの箱にロールケーキ買ってあるって思って冷蔵庫から開けたら、持ってもそれっぽい重さで、やったーってみんなで食べましょうって言って開けたら、なんかウェットティッシュとかなんかちっちゃいマヨネーズと、あとなんか重さ調整したみたいな感じのレモン汁のポッカレモンとかが。そう入ってて、で、二人で食べちゃってもう大爆笑2人で、ゲラゲラだよ、涙だよ、ロールケーキって言ってで、本当は、まあ、それは置いといて、はい、本当は一番いいのは、このお手伝いしてくれた方々にいつもこうお金を渡せればいいんですけど、東京バナゼって実はそんなに儲かっているようなところじゃなくて、みんなさんにこう協力していただいて、今はまだ成り立ってるっていうような状況なんで、本当はお金をお渡しすればいいんですけど、まあ物品をお渡しさせていただいていて、で、本来だったら飲み会というか、お疲れ会やったじゃないですか、はい、打ち上げっていうやつですね。ありがとうございます。最高でした。嬉しい。その打ち上げの時に、ありがとうございましたって、本当はやってるんですけど、まあ、今回ちょっとタイミングが合わなかったんで、ちょっと遅れちゃったんですけど、これを
どうも、一日ありがとうございました。ありがとうございました。何も本当に。ありがとうございました。何もやってないです。中身は開けてみないと分かんない。箱は確かです。開けない方が幸せかもしれない。一応開けた方がいいですか？一応ね、カメラも回ってます。せっかくナポレオンしか。開けさせていただきます。どうぞどうぞ。第一段階、こう、とりあえず、とりあえずですか？じゃあね、カメラの、とりあえず、とりあえず、第一段階。第一段階。とりあえず、ポーチは。重さ的にはいや絶妙なんですよ、重さは調整が。おおおステッカーが1枚おおおおステッカーが入ってますね。これかっこいいですよ、ここまではね。じゃあこうからのからの怖い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 からの。じゃあ開けます。泣かないでね、サチさん。パッはぁありゃー。じゃあせっかくですから、カメラいや入ってた、入ってました。よかったよかった、ありがとうございます。これ本当は実はさ買おうと思ってたんです。本当はもうちょっとしてから買おうかなって本当に思ってて。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございました。本当に終始覚えていただいて、で本当は僕たちもあの時全然お昼を取る時間もなくて、それさっきさんもお昼取ってないじゃないですか。本当それ申し訳なくて、あの本当はねちゃんと休憩時間交代交代で行ったりすればよかったんですけど、まさかあんなにお客さんが来ると思ってなかったから、もう朝からドーッという感じでやっちゃって、すごいこう反省したんですよ。釣りフェスの時はこう交代交代で昼食を取ったりすることもできたんですけど、まあ、今回なんていうんですかね、勢いというかエイヤーでやっちゃったんで、しかもみんながみんな持ち回りっていうか分担しちゃって、終始こう忙しいような時間を過ごしちゃったんで、あのお昼の時間っていうのはちょっと僕ね、あのまずかったなってすごい反省してるんですけど、あの本当にね、もう後から2人に聞いたり話を聞いてもサッチさんがすごく活躍してくれて良かったねっていう話をしてたから、もう僕もねサッチさんにね、すごい助けていただいたなという思いがあったから、早くお呼びして、早く渡さなきゃなと思っていたんですよ。だからちょっと遅れちゃって、申し訳なかったんですけど、本当に助かりました。ありがとうございました。もうなんかこう、売り上げがどうとかっていうよりも、やっぱりこう、楽しかったんですよね。いろんな人とコミュニケーション取れて、で、普段会えないんですよね。商品発送したりはするんですけど、で直接意見交換できたり、ご挨拶させていただいたり、もうああいう時間が本当に貴重だなと思っているんで、これからもまたやりたいと思ってるんですよね。だまあそういう時には本当にまたお声掛けさせていただいて、ちょっと手伝っていただけたら本当にありがたいなと思ってます。はい、もう少しでも、まあ、縁の下の力持ちじゃないですけど、いやいや結構あの自信あるので、家族とかも、まあ、実際仕事でもそういうのやってるので、ぜひぜひあの参加させていただきたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですね。私も初めて、お会いする方も結構いて、そこで、あ、サチさんですねって言われて、すごい嬉しくて、そこで話が盛り上がって、またやりたいなって実際本当に思いました。ありがとうございます。で、まだね、ちょっとわかんないんですけど、やっぱ計画はしてるんですよ。いろいろ今後ですね。だからタイミングが合えば、無理はなさらないで大丈夫なんで、本当に空いてる時が、もしね、合えば、ぜひまたよろしくお願いします。お願いします。という、はい、呼び出しでした。呼び出し。何が始まるのかなって毎回毎回教えてくれる。怖いですよね。まだ撮影をちょっとさせていただきたくて、やっぱりこうすると少しでもね、サッチさんのこう認知というか、あ、今度ね現場でお会いした時に、あ、サッチさんって言ってくれる人も一人でも増えた方がいいじゃないですか。事務長とミック、まあ僕もある程度ね、こうこんにちはって言ってくれるんですけどね、し動画に出てくれてる人とかだと、わーって、サッさんって言ってくれると嬉しいじゃないですか。そうですね。それも含めて、ちょっと動画撮らせていただいて、っていう感じです。はい。ありがとうございます。ということで、今日はサッさんに来ていただきました。またイベント計画してるんですよね。はい。お
すいません、イベント計画中です。ぜひまだ詳細は決まってません。詳細はこれからはい、はい、取り込みますということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。